どうも、なおちんでーす。100円幽霊やっていきまーす。よろしくお願いします。今、仲間の状況なんですけども、残りが、1、2、3、4、5、6、6人でコンプリートってなってます。で、下の4人ですね。この下の4人は、イベントで仲間になるので、まあ、後々いいかなと思うんですけども、上の2人を、グリフォンと、このガーディアン、この2人が、どうしても仲間にならない。攻略サイトを見て、調べてみたんですけども、このグリフォンが、メリサに話さないと、フラグが立たないらしいんですよね。で、そのメリサが、いない。なんか拠点の1階にいるっていう話なんですけども、どこも探してもいないですね。2、3時間探してるけど、どこにもいない。もしかすると、バグかなんかが発生してるのかなーって思いますね。で、こっちのガーディアンの方。ここも、場所は分かったんですよ。場所。行ってみましょうか。で、ガーディアンは、遺跡の中、ダンジョンの中を探してたんですけども、ダンジョンの中じゃなかったんですよね。多分てか間違いなく、こいつだと思うんですよ。ヤールナーンですね。ヤールナーンの、2階に、いるんですよ、ここに。なんか瞑想してる。でも、話せないんですよ。どうしても。どうやってこれ話したらいいの？これがね、全くわからない。ここの村人たちに話を聞いても、いや、全くダメだし、メリサとか連れてきても、話にならないんですよ。まずお話をしてくれないので、これどうしたらいいんでしょうかね。まあ、とりあえず、グリフォンと、こいつ、仲間にする方法がわかる方は、すいません、コメントで教えてもらっていいでしょうか。もう本当に、もう合計で5時間ぐらい、なんとかしようとしてるんですけども、全く、なんともならないんですよね。まあ仲間にした方、ぜひ、教えてください。これ、本当に、わかりません。まず、こいつの話しかけ方と、グリフォンの、フラグとなる、メリサの場所ですね。どこにもいない。本当にわからないので、ぜひ、教えてください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。